シェラトントホテル東京は、東京都港区白金台一丁目にある高級ホテル、マリオットインターナショナルのグループホテルである。運営は近鉄、とホテル九1979年7月7日、関西な港区白金台の旧、藤山愛一郎邸屋土地に、とホテル東京として開業。建物は、世界貿易センタービルなどで知られる、アメリカの建築家、ミノルヤマサキの設計。 内装と日本庭園は日清劇場などで知られる村野東後の設計であったが2000年以降の改装により村野のデザインの大部分は失われ低層階の内装の一部にその名残を残すのみである1996年にカールソンホテルズワールドワイドと提携し英語名のみをラジッソン都ホテル東京としたその後2003年には日本語名も ラディソントホテル東京と解消したが、2007年には、カールソンとの提携を解消すると同時にスターウッド、ホテルリゾートと提携し、2007年4月1日シェラトントホテル、東京と解消した。3つのレストラン、2つのラウンジバーのほか、エステティックサロン、バラエティショップ、ショッピングアーケード、日本庭園がある。スイートルーム6室を含む、全484室。 全室ともセミダブルサイズ以上のベッドになっている。ありがとうございます。